して刈谷藩福山藩の初代藩主、数々の戦で勇猛を果せついた異名が鬼日向、前線必勝常に勝つなり、そう俺こそ三河一の歌舞伎者、水野日向守勝成だ。皆様拍手。戦国最強本多忠勝の血を引き、誠を忘れず愛を忘れず戦国非道の世を生き抜いた我こそは徳川真田の架け橋、葵の稲姫、ここに参上。どの旗印掲げるところに服部とあり、清康公の恩義に応える暗中飛躍の影奉仕、かくいう我は大事を助ける草の者、服部半蔵正成じゃ。ほう、浜松生まれのこのマシンが15で殿に救われ、正義と忠義を胸に秘め、赤い甲冑身にまとう、先方は譲らぬ命際を締まる、ただ全身なるのみ、戦場で赤鬼と呼ばれし我の名はさあいい直政、斬られた奴は前に出ろ。そう、生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為と、この手に握るは天下三名僧トンボ切り、我事の難に望みて退く、我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝参る。天皇の神害は家康公の片腕と三方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、天皇が筆頭、酒井忠次賢三。天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり、我が生涯かけた望みとは天下太平の世、時空を超えて平成のふるさと枯れ木の地もよみがえる三河、我徳川家康、内藤家康公、葵武将隊、
探りください。山本さん、半蔵、どちらかが強いか勝負いたせい。この岡崎、そして三河さらには日の本を盛り上げるため日々岡崎城にて PR 活動を行っておるわけじゃ。しかし半蔵よ、本日は随分と来てくれたの。そして今日はなんとなんと、のみ神明宮例大祭ということで、よく言えました。おー、危なかった。ということで、こちらが岡崎の三大祭りの一つとおいうことじゃな。おお、手振ってください。ありがとう。みんな和子たちは美味しそうなもの食べとるね。おお、そうじゃな。ベビーカステラっちゅうやつがさっき言ったけど、かき氷もうまい時期になってきたわ。いかいか、食べ物の話が盛り上がってしまった。そうじゃな、いかいか。ああ、いいね。いや、まあこの辺でわしらの決めポーズともありません。おい、行こうか。泣かぬなら泣くまで待とう。ほとどぎす。はい、ついてきてくだされな。次々に参るでな。はい、泣かぬなら泣くまで待とう。ホトトギス。泣かぬなら泣くまで待とう。ホトトギス。泣かぬなら泣くまで待てない家康公。ありがとうございます。はい、ということでいつもでしたね、こうやってパララ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 ラ。はい、ご自分で拍手をお願いします。本当にもう素敵でございます。いやいやいや、踊りだけではなく歌もお上手ということで、さすが家康子でございますな。いやいやいや、この例大祭ですな、昨年度もわしらこちらの方ね、お邪魔させていただきまして、もう大盛況で、ありがたいことじゃな、ありがたい限りでございましたな。さあさあ、まあそんなこの場所で皆様、せっかくこんなにたくさんの皆様集まっていただいておるということですので、あの賑やかしいあのコーナーに、はい、いつものやつ行くか、行ってまいりたいと思います。一騎打ちタイムのお時間。どうぞ。待ってました。さてさて、こちらの一騎打ちタイム、はい、どんなものかと。ペアスロやったことあったの？わしね、アピタで一回やったんです。なるほど、小牧のアピタ。まあ、随分家庭的になってしまった。小牧のアピタに推進したんじゃ。そのまあ、わからん方がね、おると思われますので、そうじゃ、ちょっとペアスロの説明をね。堪忍堪忍堪忍じゃあ、まずそこからですな。はい、そこからですな。この一騎打ちタイムというのはですな、この戦国時代にこの我々戦国武将というのは1対1で武将と武将がですな、大将同士がこう戦い合う一騎打ちタイムという一騎打ちというのがございました。それをですな、平成の世でも行おうという時間でございます。でもね、我々戦国武将、刀や槍を使いました我々に武がございます。ということで、平成の世の本日はですな、あっち向いてほいというね、ミニゲームをご用意いたしましたので、それで皆々と戦いた
いと思います。こうやって説明すればよかった。いや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 、まだまだな、新生の武将隊のものは。はい、ということでございますので、皆様、我々戦国武将とぜひ戦ってみたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ挙手でお願いいたします。皆様、手を挙げて。さあ、近くに、あ、結構でもお子がいらっしゃいます。あ、おうおう、あちらにもいらっしゃいますな。さあ、じゃあちょっと、これはどうじゃろうな、誰か呼んでこよ、連れてこようかの。そうじゃの、半蔵選んでもらってもええかの。じゃあ、手の甲が黒いものを選んで。どういうことじゃ、なんか元気の良さそうな方をな。すごい分かりづらい。ペットあげるの、ペットあげる。あ、はい、あ、元気良さそうなものか。よし、切ったかった。え、あ、はいはいはい、どうしようね。はい、ということで、はい、8周目を迎えてくださいませ。お、せっかくじゃからな、今名前とかをな聞いてもらっていいか。はい、ではお名前を教えてくださりませ。3年なので、リオンちゃん、リオンちゃん、変わった名前、素敵やな。リオンちゃん、では、あっち向いてホイはわかるかな。はい、でも青い武将隊のあっち向いてホイにはちょっと変わったルールがございまして、皆様最初はグーじゃんけんポン、あっち向いてホイではなく、はい、カンニンカンニンカンニンじゃと出していただきまする。太鼓の場合はどうなるじゃ。1回だけカンニンじゃという形で出します。はい、では、その掛け声の方を皆様、リオン姫を応援してあげる気持ちでともに、はい、言っていただければ嬉しいございまする。はい、では、リオン姫、今日は武将さんがいっぱいおるけど誰と戦いたい。いや、6名おるけどな、どの武将と戦いたいかの。お、この人なら勝てるって人おる。そうじゃぞ。あ、水野殿。だいぶ、どっちじゃ。どっちじゃ。あ、奥の人、ミスト勝ったりども。では、ミスト勝ったりども。おー、ミスト殿。はい、では選ばれましたけど、いかがでございますか。女だからって容赦しねえさ。おお、大人げない。大人げない。すごいわ。まあでもね、戦場では勝負はね、もうあれですからな。絶対勝つな。では、はい、参りましょう。リオン姫の勝負参ります。はい、せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ、カンニンじゃ、あっち向いてホイ、カンニンカンニン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 カンニンじゃ、強いね、あっち向いてホイ、カンニンカンニンカンニンじゃ、あっち向いてホイ。これが大人だ。違います、違います、違います。いやー、リオンのいかがでございましたか。った強かった悔しいね。お主が選んだんじゃろ。わしはなんか弱そうだからみたいな。まあでもな、せっかくですからな、こうやって勝負してくれたの、リオン殿にな。はい、はい、では半蔵からプレゼントがございます。はい、こちら青い武将さんのシール、ステッカーとなっておりますので、ね、はい、リオちゃん何か筆箱とか引き用具とかに買って ね、はい、どうもありがとう。ちょっと悔しかったんだけど、ありがとう。なんでね、わしが容赦せんかったとか言うと、まあ、家康の行方にも、まあ、勝つことだけを知りて、負けることを知らせばよくないちゅうて、そういう訓がありますので、負けることを知ることが大事でございまする。悔しいだろ、リオンだろ、聞いてねえ。もう、物もらったらいいですな。ということでございます、はい、でもね、リオン殿がね、負けっぱなしではちょっといけませんので、このリベンジをわしが果たすぞ、僕が果たすぞ、私が果たすぞっていう方もう一戦ございますので、はい、挙手してください。誰か挙手でお願い。じゃあ次はどうしようの、またちょっと規制の良さそうなお半蔵選んできてもらって、はい、選んで。よし、みなみなアピールするんじゃぞ。しっかりアピールしてな。元気の良さそうなもの、そこの上もおりますね。あ、こちらに。はい、どうやって降りるんじゃ、そこから。大丈夫か、みんな気をつけての。降りれる？気をつけた。大丈夫なのか。これは降りれるのか。降りれる？降りれるか、大丈夫？では皆様、少々お待ちください。はい、大丈夫か、気をつけての。お、来た。はい、では。あ、そこから、そこから。はい、はい、拍手でお願いします。はい、これを考えて、では、お名前を教えてくださりませ。高木彩香です。彩香姫
姫、早川姫、はい、早川姫、さっき戦あったな、で、水野勝成殿がね、勝ったけど、次は誰と戦いますか。同じ人。おお、そうじゃな、リベンジはなりよ、リベンジはリベンジよ、そうじゃな。いや、さすがじゃ。あ、さっきのこと友達じゃって、ちょっとこれはリベンジで。では、ルールは先ほどと同じでございまするので、では、ちょっと姫のリベンジで参りましょう。皆様もぜひ共に応援をお願いいたしまする。では、参ります。あやか姫と水野殿の一騎打ちタイム、それでは参りまする。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃん、あっち向いてほい。あそんなね、拙者は甘く見るからだよ。そんな、どうせあれだろ、残念ではございましたがね、一番足が小さいからってバカにしてんだろ。そうね、悔しいの。まあでもな、そんな絵描き目にまた半蔵から、はい、ございますので、ここで殿がもう一戦消耗されておるので、殿との勝負で、その前に先に渡してやらんとな。それ遺憾次第で、ほうほう、どういうこと。いや違う違う、そうじゃな、まず商品を渡してやらんといかんからな。わしはこの者とという意味で言ったんだけどな。あ、この者と違うな、違う方とじゃな、せっかくなんで他のそうで違う方とでございますので、今のなし。はい、ということで皆様、はい、頑張って、はい、はい、ステッカーということで、はい、同じくステッカーを差し上げまする。どうもありがとうね、わざわざありがとう。では、どうぞ、キャッチを取ってな。はい、ということでございましてですね、最後に、我々の大将戦といたしまして、こちらにおりまする新君と申します、徳川家康公と一騎打ちタイムできるということでございますので、皆様殿と戦いたいもの最後に。おお、大人気とだ、はい、なんかちょっと殿になったらみんな元気になったな。やはり先ほど姫だったので、次は伊勢の横。まあやはり大将さんは推薦女子とかの、はい、大将じゃん。ということで、殿、相手は決まりました。はい、どうじゃ、お主名前、なからな、まず名前からお伺いいたしましょうかな。名前教えての、名前さんに紹介します。正気、正気、お正気だろ。いやー、戦にはいい名前ですな、正気。はい、ということでございますが、はい、はい、ではルールは全く同じ、皆様もぜひ応援をしてくださりませ。では勝負だろ。それでは早速参りましょうかな、はい、我々の殿、徳川家康こと正気殿の一騎打ちタイム、それでは参りまする。せーの、カンニンカンニンカンニンカン、あっち向いてほい。カンニン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 カン、カンニンちゃん、あっち向いてほい。カンニンカンニンカンニンちゃん、あっち向いてほい。いや、今のはセーフです。正気殿のセーフです。続きまいります。せーの、カンニンカンニンカンニンちゃん、あっち向いてほい。あんねー、殿、手が変な方に曲がっております。なんか経営者じゃない。そういうことか。もう一度参りましょう。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ、カンニンじゃ、ほい。カンニンカンニンカンニンじゃ、あっち向いてほい。カンニンカンニンカンニンじゃ、あっち向いてほい。うわぁ、今こんな勝ち方するなら最初勝てばよかった。殿が一番大人げなかった。はい、ということで、いやいや、でもな、和子にな、戦の難しさというのを教えるのも我々武将でございますので、殿から直々に教えていただいたということでございます。はい、はい、そんな正気殿に殿からのプレゼントがございまする。ステッカーです。はい、はいはい、正気殿、いかがじゃった、戦で勝負、殿とどうじゃった。殿強かったか。強かったです。そうか。はい、ということで、皆様、正気殿に拍手をお迎えからお送りくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日の、我々3連勝一騎打ちタイム全勝でございました。またね、リベンジしたいなという方は岡崎公園にて、我々はいつでも勝負をお待ちしておりますので、そちらにもお越しくださりませ。それではですね、最後に皆様と共に、カニ踊りをしたいと思います。カニ踊り、皆様知ってる人、
じゃあ知ってる人はもう前に出て構わんで一緒に楽しく踊るまい。おいでおいで。じゃあその間にカニ踊り知らない方のために簡単にご説明いたしたいと思います。皆様よろしければお手を前の方へお出しくださりませ。まずはカニポーズの1番目、手を真ん中にパチンと合わせまして、右にカニ、そして左にカニ、真ん中で2回いただいてカンニンジャド、これがカニポーズの1番目でございます。今度2番目、この2のポーズを右目の前へカニ、そして今度反対側左側にカニ、右カンニン、残してジャド、これがカンニンポーズ2番目でございまする。これ以外の踊りは盆踊りのようなとても簡単な踊りとなっておりますので、皆様ぜひ楽しく踊りましょうぞ。よろしいでござるかな。それではカンニン踊りスタートでござる。まずは手拍子から。あ、それラーム。カンニン、ぜひぜひ音楽の最中でも一緒に踊りたいという方は前の方へお進みくださいませ。岡崎の町が明るく元気になりますように、いろんな場所で、出陣をしていきたいと思います。それではこの新名護大祭、これがですねますます、栄えまして、町がもっともっと賑やか元気になりますことをお祈り申し上げまして、皆様方の健康を祈念いたしまして勝ち時で締めたいと思います。では皆の者勝ち時でござる。おえいえいおー
がとうございました。ありがとうございました。武将隊の、記念撮影のお時間となります。わしら武将隊が、お客様から見て右側、真ん中、左側と、それぞれの方向向いていきますので、なんだ一緒に武将隊にはい、じゃあ、まずお客様から見て右側の方から参ります。ちょっと逆光ですので、もし大変でしたら、こちらの日陰の方へ移ってお撮りくださいませ。わしら青い武将隊は毎週土曜日、日曜日と、岡崎公園で、ご覧のような演舞を行っております。それでは真ん中行きますかな。はい、まあ、演舞がない平日でも こちらの武将の誰かしらは必ず岡崎公園におりますので、皆様ぜひ岡崎公園へお立ち寄りくださいませ。もし写真撮り終わった方がいましたら、しゃがんでいただくなど後ろの方とのご配慮を、よろしくお願いいたします。すみません、ありがとうございます。では最後、こちら左側参ります。あ、こちらも多いですな。よろしいでございますかな。はい、それでは以上とさせていただきます。はい、それでは皆様、本日も演舞ご覧いただきまして誠にありがとうございました。